おはようございます。おはようございます。本日は炭素類の回収とあと他にもありますということで、はい、現地行って確認いたします。はい、じゃあ今日も頑張っていきましょう。はい、えいえいよ。おう、ちょっとそっちに一回出すよ。持ち上げて、はい、ゆっくり倒してみて、上げるよ。ちょっと上げますよ。ここで一回降りて立てて降りるよ。もう一段ぐらい行けるか。また一回ここ置くから。よいしょ。OK。はい。この無印の袋の中のものも大丈夫ですか？はい。じゃあ、ここが上がってきちゃって、あの段だったら。ちょっとの間、扉開けっぱなしでも大丈夫です。全然。すみません。上から圧がかかる。はい。お願いします。はい。一、二。ただね、本体も。本体。はい。気をつけてくださいね。はい、置いて。到着しました。はい、それで関数とかとりあえずは、はい、はい、とりあえず先に待っとくね。え、中中が大丈夫か。気合い入れろって言われそう。マットの上のはそのままくるんじゃ、あ、くるんじゃいました。うん。で、これ最後は、同様に引いてください。で、階段とかも一応。あ、かけましたね。うん。回収物が漏れてますか。ちょっと見るよ。すいません、今でしたから。いい、たまに破片が落ちてて危ないので。やっぱ、ほこりが結構出てきちゃう。関数を出すとね。はい。どうしても、裏にね。早いですね。いや、遅いですよ、うち。僕と濃くなるので、はい。もう一人のこの間のタンス10個くらい回収したんですけど、お客様の方から帰った後 LINE で、バイトの子は大丈夫でしたから。もしやっちゃいそうですね。ちょっとじゃあ最後に作業完了後の確認だけちょっとしていただいて、完了となります。はい。あ、どうぞ。ああ、すいません。ありがとうございます。ごちそうさまです。残ってるものないです。これも持ってってほしかった。そうですね。はい。あ、ありがとうございます。かわいいね。お人形みたい。すいません、いただきます。はい、ありがとうございます。すいません、ここお借りしちゃって。そうですよ。お借りしますって、ちょっと。失礼しました。こちら、よろしくお願いします。はい、すいません。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。すごい、おしゃれな。いいですか、はい、いただきます。本当ですか。いいんですか、はい、あ、いただいてていいですか、はい、すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。失礼します。帰宅です。はい、じゃあこれから台車に乗せて、はい、バンバン運びましょう。はい、おやつタイム。あ、なんかすげえおしゃれなお菓子。美味しかったよ。おしゃれ。うん。飲み物もね。うん。ありがたいです。はい。ありがとうございます。はい。お疲れ様です。これからですね、我が中学校唯一の事業者に会いに行きます。はい。コーヒーショップの社長。社長。どんな感じのビジネスか、お話を伺い。はい、やれそうだったら俺もやろうかな。ちょっと汗でビチョビチョしてたから、うん、風呂入って、はい、とりあえずウェットに着替えてきました。着替えましょう。はい、楽しみだね。うん、コーヒー楽しみ。開いてるね。お邪魔します。こんにちは。失礼します。こんにちは。そう、珍しさが一番強い。
あと飲みやすいアメリカンコーヒーにしたら飲んでみてくださいそうそうそう、いや俺暑いのがあれだからちょっとフーフーして冷まさんで中学校だけだよ。そうなんですよ、いじめられてましたよ。全然絡んでなかった。いや手伝った方がいいんじゃない、ちょっとまず筋肉つけないといいのもあったわな。飲みやすい、削ってたまに、私楽しみにしてたコーヒーを。コーヒー好きなんだ。編集するようになったら欲しくなっちゃって、で、コーヒー飲んだら止まんなくなっちゃって、なんかリポートよーい、スタート。ゆるゆるです。やめて。あざす。おはようございます。今日午前中はですね、終わらない仕分け、はい、でもコブはちょっと出品続けてください。はい、で午後に見積もりか、はい、あとは新しいお家を見つけたので不動産にお電話で、はい、やっていきましょう。はい、お酒を仕分けしております。こんな感じで、これがサントリーロイヤル、ロイヤルかジョニーウォーカー系のブラックレッドと、こういう風に分けておりますね。で、どうやらこの、響きってやつが、なんかいいお酒みたいで、全然わかんない、飲まないから。確かに高そうな雰囲気は、するような、しないような。じゃあやっていきます。こんにちは、ピカフク岡西です。はい、すいません、お邪魔します。失礼します。はい、いいです。失礼します。はい、どうも。一段落したね。はい。今回のお客さんさ、うん、去年同じ内容で見積もってるんだけど、娘さんがさ、うん、帰ってこられるからいいですってお断りいただいたね、うん、お客さんだったけど、やっぱり娘さんがやったクオリティだとちょっとご満足できなかったっていうのでね、うん、すごいのがさ、ちゃんと俺の名刺とかこう冷蔵庫に貼り付けてさ、うん、あれ嬉しかったよね、うん、だから結構気にしてくださってたんだなっていうのと、1年間だからね。すごいことだよこれ、うん、本当ありがたいなと思ったよ。嬉しいよね、ああいうのね。そう、ビッグな男の価値観が最近変わりつつあるわ。自分がどれだけお金を持てるとか、従業員がいっぱいいるとか、会社の規模がこう大きくなるとか、そっちの方を思ってたのよ、うん、なんかそれじゃなくて、現状のピカ服を知って、お客さんがありがとうって本気で思ってもらえる、笑顔になるというか、うん、人数が多ければ多いほど、それがビッグなんじゃねえのって思ってきた。だっていないじゃん。そうね。うん、お客様が本当に助かりましたって。うん。これもう病院食の時とかもそうだと思うんだよ。あなたのおかげで、この病気が治ったって言い方もあれだけどさ、うん、良くなりましたとかさ、要は失ったものがまた戻ってくるってさ、今まで普通にあったものがなくなるって相当ショックがでかいじゃん。それが元に戻るだけで本当にありがとうございますってなるじゃん。だからそれと一緒で、俺たちの仕事ってお客さんが程度あるよ。うん、程度はあるけど、人によってはすごい本当に困ってる方っていらっしゃって、うん、仕事をして本当にありがとうございますってなるじゃない、うん、だから本当にそのすごい仕事だなと思うんだけど、嫌な噂も多く聞く仕事ではあるから、うん、やっぱり同じ便利屋やってたとしても、うんうん、お客さんから聞くとね、うん、だからまあ今後ももっとそれを目標に頑張っていこうかなっていう。便利屋じゃなくてピカ服さんならっていう風に思っていただけるとね。で、うちに頼んだからこそ助かりましたっていうそのお言葉をいただけるように、これからも頑張っていかないとなと。はい。なんかちょっとね、ふとね、冷蔵庫に貼ってあるあれ見て思ったかな。うん、まあ全然何も今できないんだけど、この幅をどんどんさ広げるとともに、もう俺は自社に結構こだわるから、うん、まあ、できないことは頼むけど、できる限り自分たちがやれることはやろうっていう、そういう姿勢でいこうと思うから。はい、今後はほら俺たちのこのチームに入ってくださる方がもしいるとしたら、うん、まあ、同じ気持ちだと嬉しいなっていう。そうですね。一度ちょっと草刈りの時にちょっとお声掛けしますね。はい、まあご予定とかもあると思うので、できる限り早めにご連絡いたします。またご連絡しますので、はい、失礼いたします。とうとう YouTube 経由で我が社にバイトの申し込みがありました。パチ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 、すごいね。もうね、4ヶ月ぐらいって言っちゃうかな、うん、前から見てくださってて、結構ご近所なんですよ。うちの動画見て、うん、チームワークがいいと。で、自分もその中に
入って少しやれたらなっていうのをお電話いただいたみたいで、早速草刈りにちょっと来てもらうということでした。はい。で、追って連絡すると、はい、いった感じです。いや、はい、楽しみだね。楽しみ。おはようございます。おはようございます。はい。本日は午前中、大根出品をしましょう。はい。で、その後に、ちょっと家を見に行きましょう。はい。はい。まあ、そんな感じの、のんびりした日です。はい。やれる時に、やれることをやる。それしかありません。はい。頑張りましょう。頑張りましょう。っていうか、忙しくなったんだ。お、映った。うん、ブルーレイDVD 特集で。おー、素晴らしい。あ、めっちゃいいじゃねえの、これ。うわ、ボタンの音うるさ。確かに。時代を感じるね。めっちゃカチカチってね、これ。チャンネル登録、よろしくお願いします。これからちょいと、店舗を見に行きましょう。はい。別にね、店舗どここうするってわけじゃないんだけど、どんな感じなのかね。はい。ちなみにこの前見に行こうとしてた物件はダメでしたよね。ダメだったね。はい、入られちゃってね。はい。どんどん加速っていく勢いのさ、坂戸市だけど、その中でも特に加速化が激しいとこ。そういうこと言わないでよ。いや本当にマジで。高齢化がすごすぎて、子供たちがどんどん出てっちゃってるから。まぁ、あ、ちょっと地図上だとシャッターが閉まってるのが多くてね。まぁ、あ、駅前でもシャッターだらけだからね。まぁちょっと見てみるか。はい、行きましょう。あんまやってないね。やってませんね。じゃあこれから買い取り行きましょう。はい。ミネ君と一緒に行って、コブにはちょっと溜まってる事務作業をやってもらいます。はい。じゃあ行きますか。そうですね。まあゆっくり向かっていきましょう。ついてる。ああ、録画始まってっけど、これ岡ちゃんいないよ。はい。映って、いや真っ暗。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いろいろとお買い取りしましたね。はい、もう満帆です。はい、もうどう考えても他の人から見たら完全にゴミでしょって言われるレベルですね。帰りましょう。はい、安全運転で行きましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。1日目はさ、すごく優しい方でね、一回遺品整理をご依頼いただいたお客様で、お家に伺って生前整理かな、はい、迷惑をかけないようにって形でタンスとか引き取らせていただきました。はい。2、3日はちょっと情報が多いので、省略します。はい。まあ、一番個人的にびっくりしたのが、はい、YouTube から近くの方で、僕たちのその雰囲気を見て良さそうだから、はい、ホワイトしたいってご連絡が来たことですね。はい。話してみた感じ、いい感じの方で。はい。楽しみです。今まで修行したいだったり、勉強させてほしいだったり、うん、リンクで応援入らせてほしいっていう、うん、連絡は何回かこう来てはいたんですけど、皆さんちょっと遠くて、うん、俺たちもちょっとさ、パン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 ってこう垂れ込んで入ってる時期だったから、うんうん、すんませんっつってたんだけど、だからこれからちょうどちょっとね、仕事が減るというかなくなる時期だから、そこら辺がちょっと心配なところと。そうですね。はい。まあ、とりあえず一回入ってもらって、どう思っていただけるかは、いいと思っていただけたら、今後ともよろしくお願いします。お願いします。はい、あと大事なのは、コーヒーを。あ、コーヒーですか。はい。そうだ。こう僕とコブと同じ中学校で行ってた同年代の子がコーヒーをやってて、スリランカコーヒーっていう、なんかすごい貴重らしいね、うん。日本でもほとんど売ってないみたいな感じのコーヒーを、ネット上で販売してるとのことでした。はい。なのでよかったら飲んでみてください。飲み味としては、どっちかというとアメリカンコーヒーに近いけど、さらっと飲みやすいコーヒーだね。うん。ほんと飲みやすいコーヒーって感じでした。あとなんかちょっとこうさっぱりしてる感じかな、味的には。ああ、そうだね。うん。まあ普通にうまいコーヒー。あ、美味しいです。うん、とっても。俺が喋るより僕がね、レビューした方がよかった。なので、もしよかったら、概要に URL 載っけますので、連絡してみてください。はい。お値段は比較的高いです。そうね、価格はちょっとね。まあ、貴重だからさ、輸入がちょっと大変みたいで、その関係で、だから多分日本で少ないんだと思う。うん。うん。なんで、ちょっと珍しいコーヒー飲んでみたいなって方は、お問い合わせしてみてください。はい。あと、珍しい案件としては、買い取りでしたね。はい。原野の解体をするってことで、片付けの業者さんはもう決まってて、その中でも買い取りできるものがあったら、買い取ってほしいと。いった感じで、農家さんだったので、
いろいろと長い脚立だったり幸運機だったりちょっと原付だったりがあったのでちょっと買い取らせていただきました。はい。で完了して夜に帰ってきた感じです本日。はい。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。よろしければこちらグッド評価とチャンネル登録そしてコメントもよろしくお願いいたします。それではまた。